アストロノーズ、ないし、アストロノーツは、1963年に、サーフィンナンバーワンをマイナーヒットさせ、その後も数年間、特に日本で人気を得ていたアメリカのバンド。彼らはトラッシュメント並んで、内陸部である中西部を代表する1960年代のサーフグループと評されている。活動期間のほとんどにおいて、メンバーは、リッチ・ハイフィールド、ジョン・ストーム、 パターソン、ボブ・デーモン、デニス・リンゼー、ジム・ギャラガーであった。日本語の表記は、日本版のレコード類では、アストロノーツであるが、英語の、アストロノートの最後の音節の発音は、長母音の、アストロノートであり、二重母音ではないため、後年の評論などで言及される場合は、アストロノーツとされることもある。また、定冠詞、座をつけて、ジアストロノーツ、ジ、 アストロノーツと表記する例もある。アウトロノーツは、もともと1956年に、コロラド州ボルダーのボルダー高等学校で、ジョン・ストーム、パターソン、ロバート・グレーアム・ボブ・デモン、ブラッド・リーチによって結成された、ストーム・トゥルーパーズというグループから発展して、成立したバンドである。1961年、彼らは、リチャード・オーティス・リッチ・ファイフィールドとディック・セラーズを、加え、 ファシズムを連想させるバンド名に変えて、地元出身の英雄である、宇宙飛行士、スコット・カー・ペンターへの敬意を込めたバンド名にした。パターソンはベースに転じ、ドラムスのリーチは、ジム・ギャラガーに交代して、アメリカ海軍に入隊するためバンドを辞めたセラーズに、代わって、デニス・リンゼーが加わった。デモン、パターソン、ファイフィールド、リンゼー、ギャラガーのラインナップで、 地元で大きな反響を終え、シカゴやテキサス州ダラスにもツアーし、1962年には小さなレーベルであるパラディウムから最初のシングル、Come Along Baby をリリースした。その後、RCA レコードのある幹部が地元のナイトクラブ、ザ・トゥラギーで演奏していた彼らを見て気に入り、契約に至った。RCA からの最初のシングル、 サーフィンナンバーワンはリー・ヘイズルウートが友人の RKC のために作曲した楽曲であった。1963年初めにリリースされたアストロノウツ版は典型的なサーフインストゥルメンタルでリバーブの効いた重くなるようなギターと借り立てるようなドラムビートが特徴とされ、ビルボードシのビルボードホット100に一周だけであったが94位にチャート入りしたが、これが キャリアの頂点であった。しかし、その後も一連のシングルを RCA から出し続けたが、これは RCA が当時流行していたサーフミュージックに乗って、このバンドをザ・ビーチ・ボーイズのように成功させようとしたためであった。音楽評論家、リッチー・アンターバーガーは、このグループはフェンダーのリバーブレーターを多用し、リズムギターを二本揃えたインストゥルメンタル曲で最も、 輝いていたが、歌が入る場合は、さほどうまくはいかなかったと述べている。パターソンとファイフィールドが、リードボーカルを取り、ロジャー・クリスチャン、ゲイリー・アッシャー、ディック・デール、ヘンリー・マン・シーニなどの作品を吹き込んだ。リードギターのファイフィールドは、レコーディングの際には、フェンダー・ジャズ・マスターを使用し、レオ・フェンダーが、個人的にバンドに対応していたフェンダー・リバーブ・ユニットの、 初期のプロトタイプを装着していた。1965年の曲、明日の太陽は、1966年に、モンキーズがアルバム、恋の終列車でカバーした。一連のシングルや EP 版と並行して、アストロノーズは、LP 版も1963年5月からの9ヶ月の間に、セルフィン、ウィズ・ザ・ストロノーツ、エブリシング・イズ、A ・エイ、オーケー、コンペティション・クーペ。 ザ・アストロノーツオービットキャンパスの4枚をリリースした。アストロノーツはテレビ番組、ハラベルーに何回か出演し、また、サーフパーティー、ワイルド、オンザビーチ、ワイルドワイルドウィンター、アウトオブサイトといった、いわゆるビーチパーティー映画に、他のどんなサーフバンドよりも数多く出演した。1964年の映画、サーフパーティーにおけるバンドの演奏について、 ポップサーフカルチャーという本は、アルトロノウツは、分厚い、リバーブの効いたインストゥルメンタル曲、ファイアウォーターと、サーフ系のインストゥルメンタル曲としては最高の、録音の一つといえる、テーマ曲、サーフパーティーを演奏していると述べている。1964年、RCA は、アストロノウズが、日本でファンを増やしていることに気づいた。アストロノウツは、ベンチャーズと共に人気を博し、 ビーチボーイズよりもレコードが売れていたことを示したので、ある。アルバム5枚とシングル3枚が日本ではチャートのトップ10入りを果たし、ムービンには太陽の彼方にという日本語題が付けられ、チャートの首位に立った。翌1965年、初来日を果たし、各地でコンサートを行った。しかし、日本滞在時にサインを求めてきたファンへいたずらを仕掛ける、と、 そこを不良ぶりがたたり、ほとんどのアストロノーツファンは、ベンチャーズの支持へ移行した。アストロノーツは、通算して9枚のアルバムを制作した。1967年に、最後のアルバム、トラベリン・メンが出る前に、ギャラガーとリンゼーは、ベトナム戦争に徴兵され、代わって、マーク・ブレッツとロッド・ジェンキンスが、バンドに入った。デモンを脱退し、ロバート・カール・マクレランが代わって加わったが、 やがて、ファイ・フィールドとパターソンは、1968年のアジアツアーを最後にこのバンド名での活動を止める、ことを決めた。日本では、長年、大竹英一のリー・ヘーゼルウッドがプロデュースしたという、誤った思い込み発言で、それを信じた山下達郎や、音楽評論家の萩原健太らが、同様の発言をしているが、アストロノウツのレコードは、 すべて名プロデューサーのアルシュミットがプロデュースしている。アストロノーツとしての活動を止めた後、同じメンバー、つまり、ファイフィールド、パターソン、マクレラン、ブレッツ、ジェンキンスの5人は、サンシャインウォードという名義でバンド活動を続け、1967年にサリー・ゴー・アラウンド・ザ・ローゼズというシングルを出した。その後、パターソンが脱退して音楽業界からも引退し、 ファイフィールドとマクレランは、ロニー・ムリリオとピーター・ M ・ワヤントと共に、新たなグループ、ハードウォーターを結成した。このバンドは1968年に、シングル2枚と、アルバム、ハードウォーターを、デイビッド・アクセルロットのプロデュースにより、キャピトルレコードからリリースした。ファイフィールフドは、プロデューサーのアクセルロットや、レコーディングエンジニアのデイビッド・ハッシンジャーの助手役にも、回ったが、 ハッシンジャーは、エレクトリック・プルーンズというバンドの名義を所有しており、このグループのアルバム、マシン・ F マイナーのために、新たなメンバーを探していた。ファイ・フィールドは、同じコロラド出身のミュージシャン仲間であった、リチャード・ウェット・ストーン、ジョン・ヘロン、マーク・キン・ケイドに声をかけ、彼らはエレクトリック・プルーンズの活動の最後の時期におけるラインナップの一つを形成した。アストロノーツは、 地元のコロラド州ボルダーで一時的に再結成して演奏することがあり、1974年、1988年、1989年に再結成が行われた。アストロノーツが録音した音源を集めた CD4 枚のボックスセット、ザ・コンプリート・アストロノーツコレクションが1997年にコレクティブルズ・レコードからリリースされた。 デニス・リンゼーは1991年に死去した。マーク・ブレッツは1999年8月15日に54歳で死去した。ボブ・デモンはカリフォルニア州コロナドで教師となった。デモンは2010年12月18日に71歳で死去した。 アストロノウツサンシャインウォードハードウォーターアストロノウツバハセルフィン USA ミシルルサーファーズストンプスージー級パイプラインククバンジパイプラインムービンベビーレッツプレイホーセレッツコートリピンバットマンハードウォーターこの他様々なベスト版他のアーティストとのコンピレーション版などが出ているアストロノウツありがとうございます